ラジカセをほんとでかいポンポンみたいなの持って変なおじさんがラッパーみたいなのでヘイヘイみたいな人がいたんですけど、すっごいいっぱいいたの人が、喫煙所にも人がいっぱいいて、私はあ、ダメと思ってこう携帯陣でやられたんだけど、セイって言われたの。なんで私なのみたいな。それはそう、こんだけ人いるのに、なんで私みたいな。せいって言われて、みんなもザザザザザみたいになるじゃん、いつ何みたいなってなって一回去ったの、ね、はぁと思ってもう一回タバコ吸って消して吸ってみたら、もう一回いてせいってもう一回戻ってきたの。2番入ったのね、2回目。だからそういう人に絡まれること多い。あれなのかね、見つけちゃってあ、やばいって思ってそっちにちょっと行ってるから、その人もそれで引き寄せられちゃう。え、でもみんなそうじゃない。うん、だってみんなスッてやったもん。しかも本当に渋谷のスクランブル交差点で喫煙所がまだあった時パンパンだったもんね、うん、パンパンでぎゅうぎゅうで、で、歩いてる人もいればタバコ吸う人もいてみたいな、なぜ私なのかって。確かに急にスポットライトバーンみたいな舞台みたいな。相手からはえ、だってさ、その時作業着やとかも、私あと急に友達ですよ、怖いとか違うしみたいな。まずあと友達だとしたら名前で呼んでもらって、そういうの寄せちゃうんだね。寄せちゃうかな、なんか寄ってくるんだよね。そんな目立たないじゃん、私。うん、でも、まあまあまあ、こっちの方が目立つかな。そう、いや、だって私、りょうちゃんと駅とかで待ち合わせてる時に、私が先に着いて、改札の外とかで待ってて、それでりょうちゃん、つかつかって歩いてくるけど、いっぱい人混みの中でもう一発で見つけるの、遠くでも。あ、分かる分かる分かる。あんたなんか、なんか、謎にアイライトな感じで。りょうちゃん、浮いて見える時ある、たまに。あ、なんか分かる。声でかいし、声もでっけえし。そうそうそう、あんたの声が聞こえた時に2本通り挟んだところに行った時が一番びっくりした。なんか寮の声って、あんたどこにいんのとか言ったら2本通り先だったから。うるさお前。まず空いてたんだろうね。すごい目立つ。ロケで迎えに行く時に、お二人は割と馴染んでるんですよ、その周りに。寮さん向こうから来る時完全に間違いないっていう。なるほど、そこで女優が出てくるのか。出てこねえ。どこで出てきたのよ、そして。そのオーラ感。オーラじゃないんだよね。ああ、なんだろうね。オーラっていうか、目につく異物。なんか、なんか悪口じゃない、目につくとか異物とか。褒められてる。でも絶対ゲームだったら話しかけて何かが起きる人なんですよ。ああ、そうだね。イベント発生。ちょっとモブキャラではない。ちょっと違うやつ。確かにね、ちょ、芸能人っぽいんですよ。あれプライベートでドッキリに仕掛けられる前みたいな。芸能人があるじゃん。あれじゃん。グタヌーボ。あ、そう。グタヌーボ。ああ。一番最初。ちょっと嬉しそう。いつも被らない帽子とか被ってみたりして、妻の漫画久子みたいな、女優帽みたいな、あったよね。あれ何が良かったんだろうね。おしゃれに見えたんだろうね。ちょっと私は似合わなかったからやめたけど。この前インスタでさ、出勤の時に俳優さんとかよく載せるんだけど、これってりょうちゃんですかって言われたのが一個あってさ、韓国の俳優さんなんだけど、慰め入ります。これりょうちゃんに似てるって。そんなかっこよくなくない？角度的になんか気持ち悪くなってる、うん、鼻が、いや、顎が長いんだよね。そんな言ったらもうその写真は載せられない。あるよね、芸能人に似てるみたいな。あー、あったね。あんだ、私持ってるよ。私だいたい3代目のガンちゃんに前はずっとなってたんだけど、本当謝った方がいいよ。でも 95% とか。本当土下座して。え、ちょっとそれやろう。顔がなくなるぐらい土下座しちゃう。すり減っちゃうんですよ。こすりにこすってやろうか。ちょっとやろうよ、みんなで、うん、選べるの。人気俳優、アイドル、アナウンサー、YouTuber、タレント。人気が多分あれだよね。 OK、 このね、ここに合わせるの、これ。あ、もう読み込まれた。あ、仮面ライダー和也で 95%。 やば。顔なしとかじゃない、それ。顔なし和也。ちょっともう一回やっていい？決めたいんでしょ。早いね。悩んでる。人かな、人かな、人かな、どっかな。松潤。ねえ、殺されるよ。ねえ、97% だよ。そんなこと。ほぼ松潤じゃん。あんな歯出てる？いや、そこじゃない。系統的にジャニーズ顔ってことじゃない？なんだろうね、あんたのブスは雰囲気なのよ。そうだね。かもし出してる。雰囲気がブス。かもし出してブス？かもし出してブス？高橋大輔だわ。ああ。結構言われるもん。でも 94%。
ブレた状態で亀梨だもんね。ブレた亀梨ねえ。ブレた顔なしじゃないか。そういう感じ。あんた酔っ払った時は、あるじゃん。あと起きた時ね、二日酔いで。あんたそれ、うえっしょ。出るもんね。顔なし出るじゃん。あんた顔なしじゃん。全然。全然。生田斗真とかじゃない、似てる言われてるから。もともと言われてたもんね。私も言われてたけどね、生田斗真って。あと100発殴られた大沢たかおって。誰？鶴野たけし。あー、これも言われる。2位か。92%。ちょっともう一回やって。ナオトインティライミンって言われた時にちょっと困ったの。わかる。でもナオトインティライミンちょっとるよ。でも反応に困るの。別にその人がブスは思わないけど、そこ行くんだみたいな。喜ぶこともないし。あ、でもやっぱ鶴の竹鶴の竹。俳優陣絞ってみたりとかする。あ、そうだね。やっぱ早いよね。でも私一番言われて嫌だったの下田歌劇だからね。いい。え、誰？綾野剛。96%。あ、分からなくはない。ニュアンスは綾野剛よね。そりましたか。ごめんなさい、絶対違う。それは違う。反りすぎみたいな。反りすぎたかし。反りすぎたかし。なんで反り待ちになるの。いきます。俳優さんか。阿部寛。顔の長さや。顔の長さ。ちょっと待って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 。首かららしい。そうか。テルマエトマエ、テルマエロマエ、テルマエトマエ、テルマエトマエ。それは違うかな。杉浦太陽。なんか違くない？次女だよ。確かに女でいこう。女で女優ね。女で女優。人気にしちゃったんだけど。全然大丈夫。杉咲花。ああ、わかるわかる。ああ、花、あ、好き、あの女優さん。微妙な 80%。 私たち犯人殺されたりとかしないかな。大丈夫大丈夫だって、これアプリがやってんだもん。うちらがってわけじゃないから大丈夫。吉田智代。ああ、はいはいはい。でもちょっとわかる。アナウンサーだって。え、気に入らない。ほら、菅野美穂じゃん。わかんない美穂とかでいいわ。わかんない、わかんの美穂とか。デビスカルラみたいな。分かるの、スカルの。分かるの、スカルの。なるみり。ああ、子役時代からね、結構活躍されてた方だね。ちょっと。あ、でも友人っぽい。言われたら分かるかも。あんた女にしたらそうだわ。こうなる。すごい納得いった。黒崎花ちゃんは私すごい好きな女優さん。女優にします。ごめんなさい。女優にします。やっぱ菅野美穂だわ私。え、やっぱ私菅野美穂。やっぱなるみりこの本当に似てるもん。そうなんね。後で監督もやらせ。うん。芦田愛菜。芦田カマとかやる。芦田カマ。カマダマナミ。カマダマナ。早口言葉みたいな。芦田愛菜とかにしたらいい。もう一度したらできる。メガネあってもいいんじゃない。三浦靖子とかで。私もそう思ってた。三浦お靖子さん。ドゥルン。おいでやす。おいでやす。おが。メガネや。小田の方なんだ。小田の方なんすね。小賀県かなと思ったんですけど。山県だしね。でも方向性はそうか。うん、え、なんで俺だけお笑い芸人出るんですか。人気だからね。うん、俳優でやりたかった。俳優でやりたかった。ああ、いいよ、じゃあ俳優で。俳優ね。しゃあなし感。しゃあなし感ね。しょうがねえな。しょうがねえな。ちょっと角度決めたら確かに。入らなかった。入らなかった。ムロツヨシ。あー、わかるわ。何でもないかも。もういいです。納得がいってないよ。ないでしょ。なんかよくわかんない空気。すみません。誰も生産性のない。勝手にうちらで盛り上がっただけじゃん。え、これみたいな。飲み屋かよ。Thinking about you. I'm only going to hand it out now.